マルケルスは、初代ローマ皇帝、アウグストゥスの姉の息子で、後継者として期待されたが創生した人物。LL の即音は無視されることも多いため、マルクス・クラウディウス・マルケルスとも表記される。単に、マルケルスとも、紀元前50年の婚する、ガイウス・クラウディウス・マルケルスミノルとアウグストゥスの姉小オクタウィアの息子。同同母の姉妹に、大マルケッダと小マルケッダが、 イフイモートに、ダイアントニアと、コアントニアがいる。父は、紀元前40年に死去するが、おじであるオクタヴィアヌスは、ガイウス・ユリウス・カエサル死後の内乱で頭角を表し、ローマの有力者となってゆく。オクタヴィアヌスが、紀元前31年のアクティウムの海戦で勝利を収めると、マルケルスは、紀元前29年8月に挙行されたその、外戦式で、外戦者を引く4頭のうち、 右外側の馬に騎乗して外戦式に参加した。この時左外側の馬にはティベリウスが騎乗していた。その後紀元前27年にオクタウィアヌスは元老院からアウグストゥスの称号を贈られる。権力を掌握したアウグストゥスにとってマルケルスは唯一の男性の親族であり、第一の後継者候補として期待されていた。このことはマルケルスが若きオクタウィアヌスが ユリウスカイサルのヒスパニア公軍に従ったように、アウグストゥスに従い、カンタビリア戦争に同伴したことからも推測される。マルケルスは、紀元前25年に、アウグストゥスの娘ユリアと結婚し、アウグストゥスの婿となった。さらに、紀元前23年には、異例の若さで高級造営館に就任し、9月には、アエディリスとして、ローマ人の競技を開催し、 ローマ市民の人気を博した。このようにマルケルスは前頭を有望視されていたが、急病に倒れ、紀元前23年の10月に19歳で没した。この後アウグストゥスは、マルケルスと後継者としての競争を行っていた、自身の名優、マルクス・ウィップサニュース・アグリッパに、娘ユリアを嫁がせ、その息子、ガイウス・カイサルとルキウス・カイサルを、後継者候補として養子に迎えた。 アウグストゥスはマルケルスを痛み、紀元前13年に完成した劇場にマルケルス劇場の名を与えている。ありがとうございます。